腰の王子ゆうちゃんです、腰痛を治すには、腰の筋肉を緩めるといいでしょうかっていうねご質問いただいてます。で腰の筋肉を緩めることで、治る腰痛もあります。しかしそれで治らない腰痛もありますので、全ての腰痛がそうとは言い切れません。緊張ね、腰の筋肉が緊張してて痛いっていうのであればそれは治りますけれども、で腰痛に限らず、どこの痛みもそうです。肩でも頭でも首でも肘でもね、膝でもそうですけれども、痛みを治していこうと思ったら、もう部分で考えなくて、これ体全体を良くするっていう発想が必要になりますから、全体の骨格が歪んでないかどうか、そして全体が自分自身全部、心も含めてなんですけれども、自分自身がしっかりリラックスできているかどうか、全部がリラックスできているかどうかっていうことが大事になりますから、ぜひねリラックスできるように自分を持っていく、そういう方法はもう、まあ、確立されていますし、生活で見直せる部分は見直してリラックスする方向に持っていったらいいし、人生でいろいろ自分のね、職業とか、過ごし方とかそういうものも見直してみる必要があると思いますんでね、ぜひねその部分に一個の体の痛みを治そうとするときは、やっぱ腰が痛いから腰に目が行きすぎる、それは気持ちはすごくわかりますけれども、もしねそれで痛みが取れたとしてもまたぶり返してしまいますから、ぜひね体全体をリラックスするように、意識をして過ごしていってほしいと思います。ということで今日の話は以上になります。バイバイ。